1959年の日本シリーズは最もセンセーショナルなシリーズと言っても良いでしょう。この年の主役は杉浦忠でした。昔の野球は困った時と勝負時は、とにかくエースに投げさせるというのが王道の戦術でした。59年ジャイアンツとの日本シリーズで南海の監督鶴岡和人は杉浦と心中する覚悟で杉浦を投げさせまくりました。1戦目は先発として8回3失点で勝利投手。2戦目は5回からリリーフし1失点に抑え勝利投手に。1日の休日があり3戦目にも杉浦が先発し延長10回を完投し勝利投手。翌日に行われるはずだった4戦目は雨で順延。これが休憩になったと判断したのか、順延した4戦目にも先発した杉浦はジャイアンツ打線を5安打完封に抑え、見事4連投4連勝で南海ホークスは初の日本一を獲得しました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。